カナリークサヨシは、カナリーイグラスとも呼ばれる、イネカクサヨシ族に分類される一年草。種子は、カイドリーへの間では、カナリーシードの名で知られる。稀に空き地で見られることがある。アフリカ大陸北縁、ヨーロッパ南縁といった、地中海沿岸域を原産とする。和名、学名ともに、カナリア諸島特産と思われる名がついているが、これは別の理由からで固有種ではない。 もっとも、同諸島も原産地の一部であるため自然分布はしている。原産地以外に栽培されたものが世界各地で移出し、気化植物となっている。日本では江戸時代にカナリアの餌用としてトライしたものが野外に移出したと考えられている。道端などに見られる典型的な雑草で、乾いたちを好む。草丈約0.6から1.8メートルほどになり、 木部から2から6本の茎が分岐する。葉の形状は先細で長さが8.9から2 5 4トル、幅が0.6から1 9トル程度。柔らかくて両面とも無毛であり、長さ8ト、mm、ルほどの端田を伴う。春から夏にかけて形長に塩水果樹を1本のみつける。果樹の全長は7.6から4 0 6トルだが、 3から16程度に分岐し、各分岐の長さは1.2から3.8センチメートル程度である。方 A は白6色で、中脈が濃い緑色となる。種子は光沢のある茶色で、タンパク質、脂肪分を多く含む。ナノカナリーはこの種子がカナリアの餌に供されてきた歴史に由来し、現在もその名に違わず種子がカナリアを代表とする愛岩町フィンチの資料に、 もっぱら使用される。フィンチ飼料用に用いられる種子の主生産国はカナダで全世界の消費量のうちほぼ8割が同国で生産されており、さらにその8割が同国サスカチュワン州の産となっている。本種の種子には特に脂肪分が他の穀物に比較して格段に多く含まれるため、フィンチの種や個体の嗜好によってはこの種子を非常に好むものがある。しかし、 本種の種子の実を餌として使用すると多くの場合小鳥が脂肪過型症を起こし落長につながる。これとは別に小鳥用の餌としては価格が高くなりすぎるといった商業上の理由もあるので通常はは、冷え、きびと混ぜられた状態で販売される。これを四種混合という。その他カナリア諸島、イタリアおよび北アフリカでは雑穀として食用にもされることがあるが それ以外の地域で食用にされることは、まずない。しかし、本種の種子に含まれる、脂肪分には84%の割合で、不法は脂肪酸が含まれるため、将来的には、マーガリン原料といった人工脂肪への活用が期待されている。また種子から工業的に生成されたデンプンが、麺織物や絹製品の仕上げに使われる。このデンプンも化粧品などへの応用が期待されている。 本種は、ジメチルトリプタミンやグラミンを含む、ありがとうございます。